セルダーニュ線は、フランス南部、ピレネーオリアンタル県のビルフランシュド・コンフラン駅から、フォンロムオデイ,イコールビアを経由して、ラトゥール・ドゥカロル駅までを結ぶフランス国鉄の鉄道路線である。愛称は、黄色い列車を意味するトラン・ジョーヌ、もしくはカナリアである。路線長は 62.5km、基間 1000mm の単線で電化されている。年間利用者数は万人で、 夏の観光客が多い。この路線は、メートルゲージであるにもかかわらず、SNCF の観戦網の一部となっている。ビルフランシュドコンフランで、ペルピニャン行きの路線に、ラトゥールドカロルで、トゥールーズ行きの路線とレンフェの路線に接続する。カサーニュはシラトゥールドカロル駅に止まるトランジョーヌセル、ダーニュ線は、標高差が、オーギー山岳路線である。標高メートルの、 ビルフランシュド・コンフランから標高線5 9 2メートルのペルシュ峠を越え、標高線1 4 3メートルのブールイコール・マダム駅を経由し、標高線2 3 0メートルのラトゥール・ド・カロル駅に到達する。ペルシュ峠の前後の区間の勾配は55パーミルと60パーミルに達する。ボールケア・アイン駅は標高線5 9 2 7 8メートルのところに、 位置しており、フランス国鉄で最も高いところにある駅である。また途中に存在する、ホンペドルス高架橋とカサーニュ橋は、歴史的建造物に指定されている。その他、約20のトンネルがある。ありがとうございます。